あ、じゃあ俺行くんで。次の試合、高広椿対ESP 田岡なんですが、誰か喋ってください。本当はウンドルが実況やるべきだったんですけど、逃げたんでちょっと代わりにやらさせていただいてます。高広椿対 ESP 田岡。高広さんは田岡がいけるのかな、どうなんだろう、わかんないけど、とりあえず有利な状況を作って、見えたりして中断刺さってしまう。画面端からダウン取って、置き攻め、投げは投げて、昇竜拳。高井戸さんが切れるポイントは、昇竜拳が当たらないときというふうに言ってましたが、今日は当たってますね。駒投げ通して ESP さんちょっと苦しい大会、駒投げ落選から殺し切って一本選手は高井戸。第2ラウンドタックルからダメージは取れてないけど、精神的ダメージがありそうな開幕でしたね。このゲームってダメージ以上にびっくりすることが多すぎて、それで結構気持ちがやられてしまうことも多く、試合中の立て直しが結構難しいですね。いやー、しっかり果敢しっかりしてたが、今度は田岡の攻め継続がどんどん続いていって、あー、バリア張ってたのにガークラで崩れてしまう。今度は ESP さんのターン。さあ挑発コンからこれを受け身取らないと戸籍してしまう。オーバードライブ、いい線当たってしまう。あっとジャンボミスしてしまった。昇竜拳が当たらない。落っこってくるが、ダンシングエッジになりてからスカッシー球団鋭い選択肢。さあ昇竜拳を諦めずに打っていって、さあどん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 体力が減っていく。おっとこのミス、ちょっと今の許せないぞ。さあカウンターセットで体力お互いドットに近づいてきた。どっちもワンコンで死んでしまう。バナナが当たって投げ通して、あーっとこれは離して、カウンターセットで離して、これはもうわからない。どっちもリーチがかかってるような状況。昇竜拳の後がガードして落っこってきた。オーバードライブ使うがバーストが間に合ってしまって、これはどうなるか分かんない。ダッシングでスタンゲージングエッジ。昇竜拳どうなってんのもこれ。さあ時間も少なくなってきて、昇竜拳落っこってくる。これどっちが勝ってんの。弾打って投げ西、昇竜拳どっちが勝ってるこれ、分かんない。バナナで時間を止めて決戦に切った。なぜバリア張らなかったし。さてさて、高段位の対決、先ほどは途中でバリアが切れたみたいですね。僕もちょっと画面見れてなかったみたいです。いかんな。さあキャラクター変わって、ニットさんの白面と開幕投げ強気、高井さんの椿。ちゃんと開幕カウンター取ったんですが、美味しくないダメージを食らってるのはただあれめちゃくちゃになって、さあ白面も強気。このニットさんは最近コンボ研究をすごいしていて、いろんなところから勝ちパターンに持っていくようにしてて、5ゲージ4ゲージあったところからオーバードライブに向けて画面端に持っていくっていうコンボを練習してますね。超5ステージに高広がダメージ取っていって、ああ画面端に出してしまった状況。これはめくりネタを使おうとしたんだが、そしていろいろあってもつれて高広がダメージ取ってる状況。さあニットさんもかなり、おっと苦しい状況だが投げ投げて、さあしかし白面といえばこっからの火力が怖い。食らってはいけない技がいっぱいあるが、投げ通してしまって、おっとこれは次の攻めに行こうとしたのか。あーこれはまずい、これはまずい、これは足りるんじゃないの。あーとタッチが取れない。昇竜拳で切り返して、まだ粘る、まだ粘る、どっち、あーと連打が入ってしまって、ホタルバースを使って高いのピンチ。もうこれはどっちが当たっても苦しい状況、苦しい状況だけど、さあ体力ドット何があるか、高いの方が有利。おっとなんで連打じゃないの、あれ違う、ホタルじゃないの。なんかアギトがすごい位置で当たって
日本選手はニットさん。ダッシュ投げ、ステップ投げか。ダメージを取っていくのはニットさんだが、勝利を繰り返して、こう、初めて立ち回りは弱いと思うんですけど、やっぱりゲージをはめられちゃうと、どうしても手出しがしにくくなる。さあ、白面の流れ。ホタルから JC のボムを使ってすごい減る。しかしゲージもないが、ここは今度は椿がやり返す。昇竜拳かな。大ダメージ取ってって6800で十分なダメージ。しかしこれは何かを食らったら両方お互い危ない。クーナギは抜けて両方ともオーバードライブがあるから殺しきれないか。椿はここら辺がちょっと欲しいところですね。あー、西ヒット確認連火で大将を引きずり出す。白面